12月7日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。はい、ミサヨです。そして今日のお相手は新潟出身磯やんこと磯貝博之です。はい、よろしくお願いいたします。今頃磯貝さん、新潟では雪とか、はい、うん、この時期はもう鉛色の空で、うん、日本海独特のすごい強い風が、はい、もう雪が降り始める頃ですね。じゃあ年に 何回か雪下ろしとかするんですか？あ、もう何回もします、うん、雪がたくさん降りますので、はい、雪下ろしはもう新潟の名物ですね。磯貝さんは上越出身ですよね。はい、そうです。上越っていうのは一番雪は一番新潟でどこが一番降るんですかね？やはり私の上越も、はい、山沿いの方はたくさん降ります。あ、そうですね、はい、で私はほら静岡県の富士山のふもとからいつも来てるんですけども、はい、富士山も今ね雪化粧してとっても綺麗なんですよ。あ、そうですね。でところで先日表参道にあります、はい、新潟館、はい、ネスパス、はい、ここに行ってまいりましたね。一緒に、はい、待ってました。はい、待ってました。はいはい、でね、このねネスパスに行ってですね、はい、一番最初に私が目を引いたもの、はい、それはですね、はい、塩引き鮭っていうんですかね、上から吊るしてあったんですよね。はい、はい、そうなんです。いただきましょう。はい、はい、これ見えますでしょうか？はい、こんな感じなんですね。はい、天井からこう吊る下げるような形になっておりますけども、そうですよね、はい、でこれは新潟ではですね年越しの前に提供されるものなんですよね。そうですね、はい、で東日本ではだいたい鮭で、西日本ではブリって言われてるんです。あ、ね、でも新潟ではこの鮭とブリ両方やるんですよね。そうですね、ちょうど境目あたりなんですよ。あ、そうですよね、はいはい、これがやっぱりないと正月が来たなって気がしないんですよね、はい、でこの鮭の、作り方としては開いてお腹を開いてですね、下処理をした後にまんべんなく塩をたっぷりつけるんですね。そうです、はい、これを1週間から10日ぐらい、はい、塩漬けにしたものを、はい、その後余分な塩を落として吊り下げ乾燥させるんですね。そうですね。でも独特な普通の粗巻きと違った作り方なんですよね。そうなんです、はい、これもう一度見ていただきたいんですけども、うん、はい、これお腹の部分ちょっと何かくっついてますね。そうなんです。これですね、うん、最初にこの鮭の、こういう作り方が始まったのが江戸時代だと言われてるんですけども、江戸時代、お侍さんが、うん、藩の、うん、藩政を支えるためにこういう鮭を作ったと、うん、言われてるんですけども、うん、切腹をですねやっぱり嫌うわけなんですよ、はいはい、全部切ってしまうとお侍さんは切腹を嫌うということで、はい、一部だけ、こう残したと。あ、その名残だそうです。そうですか、はい、磯貝さんのところもこれをいただくんですね。そうです、正月になると、はい、はい、美味しいんですよこれ。それと私がねわこれすごい美味しいなと思ったのがですね、実は新潟前で炊いたおにぎりをいただいたんです。あ、美味しかったですね。美味しいですよね、はい、やっぱし米どころ新潟、はい、はい、ハサガケですね、ハサと言いまして、はい、木がこう並んでました。そこに横にこう竹をこう通すんですね、はいはいはい、そこにこう直接、稲をかけて天日干しするんです。天日干し、はい、はい、それがお米がまた美味しいんですよ。美味しい、本当はね、はい、卵かけご飯を食べたかったんですよ。なるほど。ところがですね、あと残り1食って言ってからすぐ売れちゃったんです。そうなんです、大人気ですから、ね、大人気でしたね。皆さん美味しいもの知ってますからね。そうですよね、なんか磯貝さんがね、はい、例えばこの新潟でこれだけはぜひもう皆さんに食べていただきたいなんてものは何かありますか？あ、そうですね、うん、やはり、笹団子ですとか、あとここにございますけども、はい、この間、ネスパスで買ってきたんですけども、はい、これイカどっぷりですかね。イカどっぷりです、この中にですね、日本酒をこう熱燗にしてですね、こう入れて、はい、でこう飲むとですね、イカの美味しい味が出て、これが美味しいですよ。味が出るっていう香りがつくのかしら。香りがつくね、美味しい。最後にこのとっくりも食べれるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。そうですか、美味しいです。
それでですね、私がもうね、あ、辛いだけど癖になると思ったのがこの缶ずりなんです。そうなんです、この缶ずりって珍しいですね、はい、うん、どういうものかといいますと、うん、このなんだ、唐辛子をですね、大寒の時期、年越してから1月の後半にですね、はい、雪の上にこうバーッと巻くんですよ、真っ白の一面に、そうすると赤と白でこうバーッと綺麗になるんです。あ、綺麗、綺麗そう。その唐辛子を今度発酵させて熟成させるんですけど、それで柚子の味をつけて発酵させる、はい、中には、うん、焼きそばにちょこっとつけていただいたんですけども、はい、すごいね、このわ辛いってパッときて、で甘みがすっとくるんですよね。そうですね、伊沢さん辛いですよって言ってるのにパッと取ってたくさんつけるから、そうそう、たっぷりつけちゃいましたね。いや、まずいなと思ったんですけど、やはり辛かったですか。もうちょっと辛かったです。だけどね、美味しいんですよ。美味しいですね、癖になる味でした。はい、焼き鳥とかにつけて食べると美味しいですね。あ、焼き鳥ね、はい、あー食べたかったですね、はい、でね、あとはですね、塩焼きそば。塩焼きそば、はい、美味しいです ねあれも独特な作り方ですよね。そうですね、ブラック焼きそばとか、うん、あとレッド焼きそばとかっていうの最近出てますけども、うん、B 級グルメですね。新潟にたくさんの B 級グルメあるんですけど、はい、そのうちの一つなんです、新潟県上越市に、ホワイト焼きそばっていうのがありまして、ホワイト焼きそば、ホワイト焼きそば、はい、それも食べて、塩焼きそばって言っちゃいけないんですね、ホワイト焼きそばなんですね、塩焼きそばですかね、はい、そういうのもありましたね、はい、あ、塩焼きそばとホワイト焼きそば違うんですか。同じもの、同じですね、まあ、はい、あ、なんか麺がね、もちもちっとしたものでしたね、美味しかったですね、で、まあ、あと前回放送した時にですね、はい、洋梨レクチェ、いや、洋梨は、あれ食べたかったですね、大きいですね、大きくて、またいいお値段もするんですが、あれがまたとろっとして美味しいんですよ、私知ってるから買おうかと思ったんですけど、ちょっと買いませんでした、その美味しいものをね、たくさんいただく必要はないんですね、はい、ちょこっとだけ、ちょこっとだけ、青い時に摘んで、でちょっと眠らしておいて、はいはい、それを少しいただく、はい、ぜひ今度ね、いただきたいです。今頃、はい、まあ、もうちょっとあるんですよね、はい、確かね、洋梨ね、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、いただきたいなと思ってますので、はいはい、で、新潟のですね、なんかこう、はい、あ、これはちょっとコマーシャルしてごしようかなということがありましたら、ぜひ今後ですね、はい、新潟の地域活性化を、はい、忙しさにやっていくんですね、はいはい、で新潟の上越市だけやってるんじゃなくて、新潟全体をやっていこうと思っていらっしゃるんですよね。はい、はいはい、たくさんの、いいもの、美味しいものですとか、はい、あと地場産品、あと文化的な、うん、遺産がたくさん残ってますので、はい、そういうものをですね、ぜひ、東京ですとか全国にこうアピールして、はい、新潟の良さを知っていただければと思っております。そうですね、はい、で、私一度ですね、佐賀県、はい、いや佐賀県じゃなかった、ごめんなさい、島、佐渡島ですね、はい、佐渡島にですね、時をぜひ一度見に行きたいと思ってるんですね、はい、いいですね、私の住んでいる近くにも、はい、時が来たんですよ、あら、田んぼに、あら、今トキが、増えまして、はい、放鳥されてますから、私の住んでるこの上越市の、近くにですね、田んぼの中にトキが来たと、背中に発信機がついてたんですぐ分かったという、うちの父の話でした。あらー、はい、そうなんですか。そこまで増えましたね、昔と違って農薬も減ってですね、トキの住めるような環境が整ってきたと、一度ですねテレビで見たのがですね、はい、トキが土壌を食べてるのを見たんですね、土壌がいないとやっぱりダメなんですかね。そうですね、昔はもう農薬でみんなやられてしまいましたから、はい、トキの住めるような環境に近づけようという運動が広まって、あれ保護してる部分と、あとは野生にもいるんですかね、はい、そうですね、野生復帰の方向に、そうか、保護したものを野生に放して、そうですね、で観察をしてるっていう感じなんですかね、はい、じゃあぜひそのですね、時を見に行きたいというのとですね、あとですね、夏にですね、はい、たらい船、あれも佐渡ですよね、確か、はい、佐渡です、そうですよね、佐渡の小木というところですね、こちらです、はい、あ、私の住んでる上越市からこう、フェリーが出てますので、はい、行きますとちょうどここで、はい、たらい船乗れますよ。そうですか、はい、それで上野動物園にですね、はい、新潟の、はい、錦鯉、そうです、
いますね、はいはい、山越村からですね、はい、旧山越村、今、はい、長岡市を合併しましたけども、はいはい、そちらの錦鯉をですね、上野動物園の五重の塔の、はい、周りにある池に、プレゼントしてですね、泳がしているということですので、じゃあ錦鯉見たいなと思うんでしたら、その、はい、上野動物園の五重の塔の池に、はい、見に行けばいいんですね、はい、そうなんですよ、はい、じゃあぜひね、私も早速行ってまいりますので、はい、来週にでも行ってこようかなと思ってます。いいですね、動物園大好きなものですからね、はい、はい、じゃあこれからもですね、新潟のためにですね、はい、いろいろ地域活性化のことをですね、はい、頑張ってやっていただきたいと思います、はい、はい、今日は新潟からですね、磯貝博之さんお招きしました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。